右方向です。のどかですね。いいね。この坂しんどい。飲み物欲しい。通り越しちゃいましたね。コンビニがない。こっから10分ぐらい。ルート変なんだよな。梨農園かな。入り口あれかな。最高です。鵜沼宿駅の近くにね、なんか狐塚の石棺っていうところがあるみたいなので、ちょっとそれを見に行ってみます。のどかですね。これは鏡原市指定の市史跡、狐塚の石棺。これがそうみたいですね。鵜沼宿駅の次はね、羽場駅ですね。次羽場駅行きましょう。右側に線路がありますね。はい、これ線路ですね。一応線路沿いだけど、あ、ここは行けないね。田んぼだね。ダメだね。こっち行かないといけないか。いやー、自然の景色がいいね。これは踏切かな。あるね。あ、でも沿線行けないか。行けませんね。あ、行けないね、ここ。さあ、羽場駅、どんな感じですかね。32度ぐらいらしくて、まあ、風はあるからまだいいんだけどね、日差しがね強い。マジですか。あの上り坂を登るんですか。いけるかな。しんどい。この坂しんどい。いや、あと少し。よし。登りました。こっち行けるか。飲み物欲しい。さっき全部飲んじゃったんだよ。コンビニがないし。ああ、コンビニ寄りたい。線路は右側にあるんだけど、この辺住宅街で、線路に、近づけないです。いや、さっきの上り坂まだ呼吸が乱れてます。これは当たった方がいいのかな。いや、道が狭い。羽場駅通り越しちゃったか。ここは小笠駅。羽場駅の次の駅か。やっぱり羽場駅通り越しちゃいましたね。完全に羽場駅通り越してましたね。でもあんまり距離走ってないんだけどさ、めちゃくちゃ近いんかな。あ、駅の方もあったね。駅の方もあった。あ、ここ通り右方向です。羽場駅ありましたね。あれ、そうですよね、飛び抜けてしまいましたけど、一応羽場駅来ました。羽場駅。いや、ここは分かりづらかったな。
喉乾いた。コンビニに寄りたい。ちょっとコンビニで休憩したい。大きな通りに出ればあるかな。ここは鏡原市鵜沼羽場町ですか。これはね、国道21号線です。コンビニあるかな。コンビニで少し休憩したい。というか飲み物を買いたい。あー、もう喉がカラカラ。コンビニがない。では料亭松源食事、季節料理うなぎ。これは寿司屋かな。大垣方面、岐阜大垣方面。ちょっと岐阜方面戻りましょう。ここは小ヶ瀬駅、さっき来たところ。ちょっと先へ進むか。あのね、この近くに木曽川展望台っていうのがあるらしくて、これからそこへ行ってみたいと思います。木曽川展望台に行く前にコンビニ、あった、ファミリーマートありました。木曽川展望台どうなんだろう、近いんかな。でもこれルート変なんだよな。あれかな、木曽川展望台、あの山の上かな。方向的にはそうなんですよね。これは何でしょう。あ、梨かな。なんか小さく実がなってる。梨農園かな。少年自然の家、息の森でいいのかな、書いてある。ここにもコンビニあったね。ここは県道95号線ですね。多分あれが、あの上に展望台があると思います。なんか営業時間が17時みたいなので、あと1時間半、今15時30分ぐらい。入り口あれかな、あれっぽいな。あそこに横断歩道があるから、ここを渡りましょう。これは生山っていうのかな。ここを登っていくと展望台があるはずなんですけど、駐車場があるから車でも行けるね。自転車だとしんどい。展望台からの、はあ、景色を見てみましょう。車がいいな。あれかな、展望台。あ、ここですね。名勝木曽川展望台書いてあります。今日気温30度以上なんで、結構疲労が。おお、眺めいいじゃん。あー、素晴らしい。あー、見晴らしいね。あれ、木曽川ですよね。犬山城と日本モンキーパークの観覧車が見えます。向こうに新鵜沼駅が出発した駅ですか。
ありますよね。こんな感じでここまで来たんですかね。憩いの広場、息の森ですね。広場